の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響きスタイル。毎月3、13、23日はトリモン会。はい、ということでこんにちは、響きスタイルトリモン会には初登場の日陰役の佐々木みこいです。よろしくお願いします。そしてはい、医者アイエンガー役の西本りみです。よろしくお願いいたします。そしてそして、はい、トリプルモンスターの広報担当のキサリンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今回はこの3人で、ね、はい、ギスタイルトリモン会収録していきます。はい、いや初めてなんですよ。そう、やったそう、やったそうなの、やったそう、そう、いいなって思いながら必須でね、いつもやってたりするから、褒められて嬉しいです。そんなにこいさん、うん、ちょっとアプリ最近どうですか？いや、めっちゃやってます。ですよね。最近ちょっとやってます。いや、本当ね、アクバイトもやってますし、うん、もちろん、うん、あと友達と一緒に対戦とかしてます。あとね、討伐とかも頑張ってますよ、イベント。追い込まれてるようで、いやいや全然全然強いですよ。カード集めるのだけでもね楽しいよね、可愛いカードもいっぱいあるから。石本さんは最近どうですか、疑問の調子は。そうですね、私はずっと地属性をやっぱ使ってるんですけど、なかなかこうカードの種類が揃わなくて、そうですよ、ね、召喚しても欲しいカードがなかなか出なくて、このカードデッキに入れたいのにって思いながらね。今日はですね、早速お二人にですね、ほい、トリモンでファイトしていただきます。おお、初めて、そうですね、初対戦ですね、初対戦。せっかくなんで、みこいさんには、はい、三影さんの、まあ、原属性のデッキを使っていただき、はい、西本さんにはですね、あのディア様、ディア様ということで、ディアの地属性のデッキを使っていただきたいと思います。はい、はい、わかりました。リミリンバーサスミコロン、はい、じゃあ準備、完了。そう、二方手札見せたい。え、どうしようかな。ちょっと待ってよ。あ、でもどうしようかと言いながらね、西本さんもね、なかなかの手さばきというか、ね、え、違う、あの能力を見てるだけですよ、今時間が、はい、あ、時間が、そうなんですよ、悩みに悩むと時間がそうなんだよね。まずはじゃあちょっとエボークのね、カードを。エボーク、気まぐれサキバスシュシュ。あー、パンダちゃんね、重要だよね、属性がかなり重要です。あ、これもちょっと追戦隊じゃないですか。追戦隊、パンダパティ様、ちょっと待って、これはお互いのね、こっち先生なんだ。怖い。あ、ハットいただきました。いや、ほら、もう高いもん。え、どっちで行くべきだ。いや、でも絶対こっちだ。方ももうエボークが終わってましたね。あ、でも、あ、いや、そうなんですけど、ちょっと見てしまった。そうなんですけど、はい、いや、だよ、これを出しても無線先負けますからね。いや、だよ、でも原デッキ本当に怖いんです、私。あんまりこう、ベラベラ言っちゃうとね、分かった、大丈夫です、私何言われても分かんないんで。あ、よしよし、ディア様のこれが、あれに見えてしょうがないんですよ。寿司三昧、寿司三昧、いつも見るたびに思っちゃう。いや、強い。え、何されるの、何されるの。すごい強いの置いてます。そう、すごい強い人たちが、何されるの。いやちょっと待って、同時じゃないですか。同時、ま、一緒でした。うん、怖いよ。いや、今のさっきのところすごかったですね。違うんですよ、すごかったですよ、みのさん本気を出してミコロさんに叶うわけがない。ちょっと待って、そんなことないよ、そんなことないよ。カードゲーム女王なんですよ。そんなことないよ。いや、マコのバカ高くなってるやつ、なにこれ。あ、属性のクレーキみたいな存在だった。あれ2×10 待って20、21、10、100、1000、まあ、×10 すごい、28、16、あれこっちらが高い。え、わかんない。始まっちゃったよ。イモクいただきました。寿司三昧。いや、お前がただの寿司三昧じゃん。そうなんですけど、もう私も寿司三昧しか見えない。しました。あー、もう計算ができ、10超えたら計算ができないんですよ。
算ができない2、3が6、2、2、1が…え、ちょっと待ってちょっといいですね、エシャらしく、エシャらしくてそうですか。え、やだやだ、怖い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 よ、こっち先生か、先生、先生、先生、あ、いやもうパワーが、そう、え、めっちゃダメージ食らった。でも、あー、負けた、負けたー、リミリンの勝利。今回はですね、ディアデッキ、地属性デッキを使っていただいた西本りみさんの勝利となります。はい、ありがとうございます。強かった、今後もね、いっぱいね、そういうイベントでいろんな属性が強化されていくわけですね。そうなんですよ、これからもね、これからも、頑張っていこう。ゆるゆるいいんですか、広報が。ぜひ、とりも引き続きよろしくお願いします。そうですね、今後ともよろしくお願いします。はい、ということで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日の担当はトリプルモンスターズ御影役の佐々木美恋と、エシャ役西本りみと、はい、広報担当のキャサリンでした。バイバーイ。